その男は恋人と別れた。さよならの口づけをして、髪の毛を優しく撫でていた。その時男は心のどこかで赤い舌を出して笑った。そうさ、男は自由を取り戻したのさ。そうさ、男は人生のエデン師だから。この偽りもいつの日にかありふれた思い出にすり替えるのさ。その男は女房をもらった。人様も羨むほどの素晴らしく綺麗な女をね。けれども男は心のどこかで寒い風が吹くのを知った。そうさ、男は自由を手放しちまった。そうさ、男は人生のペテン師だから。一人ぼっちの幸せを退屈な毎日にすり替えたのさ。そうさ、男は自由を手放しちまった。そうさ、男は人生のペテン師だから。一人ぼっちの幸せを退屈な毎日にすり替えたのさ。